次に新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合の対応について紹介します。まずは相談・受診の前に次のことを心がけてください。発熱などの風邪症状が見られるときは学校や会社を休み外出を控え、毎日体温を測定して記録しておきましょう。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く方、または強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある方については、新型コロナ受診相談窓口、帰国者接触者相談センターに相談してください。なお、ご覧のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続いた時点で相談してください。高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方、また妊婦の方については念のため重症化しやすい方と同様に早めに新型コロナ受診相談窓口に相談してください。相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には専門の新型コロナ外来、帰国者接触者外来が紹介されます。この際、受診を勧められた医療機関で受診するようにし、その他の複数の医療機関を受診することはお控えください。医療機関を受診する際には、公共交通機関の利用を避けて、マスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。新型コロナ受診相談窓口、帰国者接触者相談センターは各保健所となります。羽村市の最寄りの保健所は東京都西多摩保健所です。電話番号は 0428-22-6141、 受付時間は午前9時から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除きます。なお、夜間と土曜日、日曜日、祝日については03-5320-4592におかけください。また 37.5 度以上の発熱、だるさや息苦しさなどの条件に満たさない場合でも不安に思う方は新型コロナコールセンターに相談することができます。電話番号は 0570-550571、 受付時間は午前9時から午後9時までです。感染の疑いがある場合は適切な対応をし、感染拡大を防ぎましょう。